おはようございます、今からですね、いつもよりちょっと遅いんですけれども、入山の方をしていきたいと思います。はい、このゲートをくぐってスタートですね。なんか地産工事をしているみたいで、重機が入ったりしてですね、なんだかせっかくの森が台無しな感じです。なんだかこれ去年来た時もやってたような気がするんですけど、結構長い時間かけてやってるんですね。で、あとはこの暗い道を、少し2時間くらいかな、歩いて上がっていきたいと思います。今日はですね、天候で言うと、昨日の夜、そうですね、夜に雨が、降っていて、で、その上がりを狙ってきたって感じですかね。で、今日一日、一応曇り予報で、今日の夜半からまた雨が降ると、そんなようなね、感じの日を狙ってきてます。こんな風な感じで、もう下の方も霧が今入ってるんですけれども、おそらくね、もう上に登るとほぼ霧はないんじゃないかなと思います。よいしょ。はい、ルート説明をちょっとしようかな。行く方面によってですね、どっちから行った方がいいよっていうのがあるんですけれども、この看板かな。この看板の、今、ここにいて、でですね、八丁池。ここですね、八丁池行くのに、大まかに言うと、この水晶地の、このルートと、あと、ここをこう登っていく、このルートがあって、どっちを行くかっていうのは目的によって変わってくるんですけれども、この八丁池の方から、これ、下り漁港っていう歩道があるんですけれども、もう一個ね、こっち側にこういうふうに回り込むルートがあります。で、ここをこう一周したい場合は、もう、現在地からこっちが登っていくのがやっぱいいんですけれども、この、八丁池のこの辺ですね、この一帯っていうのが、駒取歩道とかっていう、要はバスで上がってくるこの駐車場口ですね、こっちが一帯に行きたい場合はもう水晶地を抜けていくのがもう最短ルートです。で、もし同じところへ、ここが分岐になるんですけれども、近江分岐かな、ここがね、一番紅葉が綺麗だと言われている場所で、ここへ行きたい場合は、もしこっち回ってしまうと、もう一回この本谷をこう歩かなきゃいけないですね。だいたいこれ40分くらいかな、だと思います、僕はいつもね。なので、やっぱり行く場所がもうこの本谷とか、あとはこの駒取方面。で、この辺に丸山ってのがあるんですけれども、丸山ね。で、行きたい場合っていうのはこの水晶地を通るといいです。で、天城峠の方から来るルートもあるんですけれども、僕ね、そっちの方あんま好きじゃなくて、いつもね、この水、行く場所によるんですけども、水晶地か、ここですね。で、登り口が最初は悪いので気をつけて登ってください。モミジが、色づき始めって感じですね。でもね、綺麗だね、やっぱり、で、この下はずっとね、渓谷になってます。で、この道は今渓谷沿いをずっと上がるって感じですかね。で、この渓谷沿いにもね、実は結構紅葉があって、
例年だともう本当は紅葉してるんだけど、今年は少しまだ弱そうな感じです。で、向こう側のね、あの山肌かな、山肌にもいっぱい紅葉があるんですけれども、そちらはね、さっきちらっと見たら、結構ね紅葉してましたね。ただ天城っていうのは見開きがねとても少ない場所なので、そういったいいところもなかなかね撮ることができないんですよね。さあ、少し寄り道ですね。なんとなくこのね正面の木が面白いなって思ったので、まあ今日はね急ぐ撮影でもないので、気になったところは少しずつね撮っていきたいかなと思います。なんと今上ですね、ちょうど日があっちの方がわかるかな、ここねオレンジ色の雲が、ちょうどこの図を流れ込んできそうですね。もしかしたらこの岩場にね、光が反射して色つきそうなので、ちょっとしばらくここでね休憩があったら待機しようかな。はい、今こんな感じでね、あの光が綺麗にねこの辺とか入ってきてますね。本当にラッキーですね。ちょうど見開いた上のこの雲がちょうど今オレンジ色になっていて、まあこれも一期一会ですね。ただ残念なのが、ここにもゴミがあるから、もうこっち側からこういう風に撮る、まあこの木をね主役にして撮るのがちょっと無理ですね。残念なんですけど、ちょっと引っ張ってね撮ろうと思ったんだけど、引っかかっててどうしても撮れなかったです。ちょうど中腹くらいですね。まあ、こんな感じでこの上がね全部もみじなんですけれども、やっぱりまだ緑が多いですね。で、まあ下を見ると、まあ、こんな感じで黄色い葉っぱの絨毯にはなってますね。お、なんかこんなところに可愛い、ほら可愛いもみじが。でやっぱりねこの下が渓谷なんですけど、ちょうどこの上にモミジがあるので、ちょっとね降りていってみようかなと。ちょっとこの黄色い絨毯もったいないけど踏んで、よいしょ。で昔はねこの渓流を、まあ、ここまで登ってきてないんですけれども、ずっとねあのよじ登ってカメラを持ってね来たことあるんですけれども、とてもねいい渓谷です。で今はちょうど黄色い葉っぱが落ちているので、水にぐるぐる回る様子とかっていうのはとてもねよく撮れるんじゃないかな。何か所かスポットありますねこの渓谷でもね。ほ、あの落ち込みですね。あの落ち込みもちょうど、葉っぱがいっぱいついて面白そう。ただなかなか滑ってね降りるの危ないので、まあ無理はしない程度に行きたいかな。あはははほ、なんかこっから見ると奥深さがあって面白いですね。わざわざこれは下に降りなくても絵になりそうです。ちょっとねまたここで撮影していこうかなと思うんですけども、まだ遥か上です。八丁池の方は本当にねいつになったら着くんだろうね、こんなことしてるとね。では早速ねここを撮っていきたいと思います。ではね今撮り始めたんですけれども、
またね、運がいいことに上を、色のついた雲が通り過ぎてます。なので、この岩肌上の上部ですね、上部からこの辺にかけて、黄色い映り込みが入ってきているので、それを狙ってます。で、意外とね、このここね、画角で言うとやっぱりここ入ってくるんだけど、あのここに落ちてる葉っぱね、案外こういうのを気にしないで入れてしまうと、とてもね目立つ存在になっちゃいます。だから画面上ではここをねギリギリ切ってます。この辺で本当はこう入れたいんですよね。入れるともうちょっとバランスよくなるんだけど、わざとここで切ってます。この葉っぱがねいらないから。で、あとはやっぱりもうポイントはこの木と、あとこの落ち込みのこのツタかなですね。で、あとは空の色の変化と、PL でいろいろ調整してね、撮っていきたいかなと思います。でも、あとはこっちの処理とかもね、注意しなきゃいけないんだけど、この辺とか、まあ入れるのか入れないのかとか、入れるなら入れるっていうメリハリを持った構図にしたいですね。で、これはまあ高さが落ち込みで、落ち込みがあるので、縦方向でこう撮りたくなるんだけども、今このくらい上から落としてるので、落とし込みで撮ってるので、やっぱね、ちょっとここで立てて厳しいですよね。せっかくのこの高さを、生かしきれないので、なのでね、横で撮ってます。はい、でね、今の撮影が終わったので、なんだこの上ずっと歩いていけそうなので、もしかしたら途中からこの左に上がれば、林道なんですけども、まあ上がれないかもしれないんだけど、ちょっとねここをねよじ登っていこうかなと思います。なんとなくね、ここから奥の方がいい渓谷に見えるので、どうだろう、まあやってみます。はい、今正面に見えるのがさっき撮ってた滝ですね。今ねその上部へ歩いてきたんですけども、この先になんかいいのがあればいいですね。歩いてきた甲斐がある。お、いいのあるんじゃない、あれ、あら、あそこにワンポイントに緑と黄色の葉っぱが咲いてますね。ほら、ここ、なんかこれすごい可愛らしいですね。頑張って、しかも岩の間から根で生えてるみたいですね。で、ちょうど手前にも、まあ、倒れ込んだ、これもみじかな、あ、違う、倒れ込んだ木があるので、なんだこれを使ってうまく向こうのと取れたらいいかな。ね、歩いてきた甲斐ありましたね。で、こっから上はだいぶきつい上りになってるので、ちょっとここ取ったらまた林道戻ってって感じでやります。ね、こういうのがやっぱ一期一会だね。登んなかったら分かんないもんね、これね。ただうまく取れるかは分かんないですよ取ってからのお楽しみです。今ね、先ほどのこれですね、これをなんとか取ろうかなと思ってチャレンジしてるんですけれども、なかなかね、この滝と滝っていうか流れとね、これを同時のこう画角に入れるっていうのが、その距離がありすぎてなかなかねうまくまとまんないです。で、さっきこの後ろにあるこの木ね、この木と一緒に入れようと思ったら全くもってね、これが小さくなっちゃってどうにもなんなかったです。なのでちょっとね一個下に降りてきて頑張ってるんですけれども、まあ結論としてはこの存在ですよね。これが小さすぎちゃうと、画角に入ったとしても全然意味がないので、この存在が、この全体の空間の中で一番心地いい、まあ一番要は力強いというか存在感のある状態で撮りたいなと思ってます。で、
これとやっぱりこれは同時に入れたいんですよね。その環境とあとこの流れによって、この空間っていうものが説明できるのでやっぱりどうしても流れは入れたいんですね。なんだけれどもこの存在取り扱いですよね。で一個ね思ったのがこれ今もう動画だと飛んでますよね。で今上が曇ってるんですけれども今ねちょうどねいい光で、このテカリかなこういう部分のテカリとあと石のトップこういうとことかこういうところとか、こういうところかなもうすべてのこのトップの部分っていうのはおそらく露出を下げてくると、光を拾ってるんでその分浮き上がってきます。でここを飛ばしたくないのでやっぱり露出って結構下げ気味になっていくんですけれどももうその特徴を使ってこの岩ですねこの大きい岩をうまく配置してこれと組み合わせようかなと思います。こういう時って結構あの下の流れとかも入れたくなっちゃうんですけれどもあの画角的にはねどうしてもやっぱ厳しいのでまずはこの岩ですねここで重厚感を出す空間を作ってであとはこの緑ですよねこの緑が要は露出を落としていくと少しくすんでくるのでそうするとこの緑を若干後で補正で落としてちょっとメタリックな感じの中にこれを入れるっていうような感じがいいかなと思います。イメージでいうとこんな感じですね。これでメタリックな部分っていうのが出てくるので、このくらいのバランスで取っていってあげるといいかなと思います。であとは実際露出はねこれね、今、ちょっと動画だと見にくいんだけどマイナス2くらいにしてさっき言ったこの岩のトップが光が見えるの分かりますかね、ここで言うここですねこことかこことかあとこことかですかねそこが浮き上がっているのでこういったのを一つのポイントにして、露出を作っていくと面白いかなと思います。はい、相変わらずね苦労してます。今さっきね下で撮ってこの木のその下ですね。で、まあ、一つ画面まとめてで、まあ、やっぱり最初気になったこの手前の木をうまくやっぱり使って、この方向とやっぱ落ち込む方向とこれこの葉っぱですね、まあ、やっぱこれをね撮りたいなと思ってまた考えてるんですけどやっぱりねこの画角だとまあ、これをしっかり入れてしまうとどうしてもこの部分っていうのがきついなっていうのがあってね小さすぎてで1個ね、ちょっとね思いついたことが、今カメラの位置がここなんですけれどもこの間ね、構図的には全くもって面白くないんですよ実は、要は何ともないこの木の V 字のこの広がりっていうのかなこれの間にこう入れてるんですけれども、まあ、構図の意図的には面白くないただ邪魔なだけなんですけども一個だけ今回の場合はねいい効果があって要はねこれがねフレームになるんですよね。でこれをフレームにしてそうすると、ね、グッと視点が寄ってくので、ある程度画角としてこれが小さくてもこのフレームがあるおかげで、この真ん中を抜けてね向こうへ、視点がね集中するんじゃないかなとそんな風に思って今ね作ってみました。どんな感じかというとこういうことですね。ちょっと今ね露出をかなりプラスにしてるんですけれどもこういう風にこのフレームで囲むような構図にしてあげることによって、本来だったらちょっと小さすぎるような存在っていうのに注目させることができるとなんかこんなようなね今ね、発想で撮ってみました。今ねちょうど
こんな感じで来ましたね。はい、ここがね、近江分岐っていう場所で、一番ね、紅葉が綺麗じゃないかなって思う場所です。で、今回は、毎年ね、撮るんだけれども、この倒木ですね、毎年ありますね。で、ここの場所っていうのは、シロクイヨメダがね、群生していますので、ちょうどこの倒木とシロクイヨメダという組み合わせで撮れる場所ですね。ただ、毎年ね、実は向こう、この倒木よりも向こう側から、撮ってるんですけれども、今年は、内側ですね、ここにね、群生、ここに群生があるので、この群生と倒木と、それとあとは絶好調のこの紅葉ですね、この30層で撮りたいなと思っています。もう説明するまでもなく、この状況だったらバッチリ撮れますね。シロクイヨメダの花っていう力強さ、まあ、生命力ですよね。花っていうのは生命力ありますから、それとあとここの紅葉の、綺麗さっていうものとものにこう囲まれてっていう形ですね。で、この倒木を表現すると、それと運がいいことに、ね、今年はまた上ですね、ここに白い部分、白く見える部分っていうのは少しねまだ葉っぱあるんですけれども、ブナですね、ブナのも葉っぱがもう落ちて、白い枝が目立ってきてます。それでこの下っていうのが、ちょうど黄色い部分ですね、これが、まだ落ちてないブナの葉っぱ、そしてここに紅葉、倒木で、白く良いな、これをね、順序よく、取り分けていきたいなと思います。でまずはこの画角で撮っていきます。で、閉鎖的な空間にしたいので、この上の黄色い部分は入れません。でまずはここですね。そうすると白くいよめだと、倒木と紅葉っていうものに囲まれた構図になって、でやはり上にあるこの環境も使いたいので、今度は広めにとってまた構造を整えて、またよりこうダイナミックな空間の中にこの倒木を置いていくと。でその中に丁寧に、空はね入れずに、白の部分、黄色の部分、赤の部分っていうこの、三重層っていうのを入れて、でもちろん下のこの白くいよめのも入れます。そんな感じでね、取り分けていきたいなと思います。はい、今ですね、これ分かりますかね、ここにあるちょっと黄色いっぽいの細い枝で群生してるんですけども、これね何かって言ったら全部ヒメシャラです。で、僕がね最近八丁池方面来るようになった理由っていうのは、実はこのヒメシャラのこの幼木がまさにね、今あと何年かしたらどうなるんだろうっていうくらい、もう埋め尽くしそうな感じなんですね。本当にね、この八丁池周辺だけはね、異常なほどにこのヒメシャラの幼木っていうのが本当に地面いっぱいに生えています。今これ真ん中に、例えばこれブナなんですけど、こっち見てもらっても、これもブナブナブナなんですけども、これがこの幼木に埋まるってことですね。ゆくゆくは川子平みたいな感じになっていくんじゃないかなっていう気がします。でそれくらい本当にひどい群生です。で、西の方面っていうのは、遊びがすごいんですけれども、こっち側を見てもらうと、正面にあるモミジってのはよく撮るんですけれども、本当にね、前までは下にあるこの緑のこれですね、これ全部アセビなんですけども、このアセビなかったです。でそれくらい今やっぱり環境が変わってきているっていう、これが証拠だと思います。本当にあと10年したらどんな森になるのかっていうのを考えてみると、結構ねゾッとしますね。で本来もしかしたら天城っていうのは、こんなにその開けてる場所ではないのかもしれないですね、もしかしたらね。ただ見慣れ、これの状態に見慣れていると本当にその変化っていうのはすごく怖く感じます。あと何年かしたらね、本当に撮影なんてできなくなっちゃうんじゃないかなっていうくらい、そんな感じがしています。で、今のうちにちゃんと撮っておこうって思うので、毎年こっちの方の八丁池方面ですね、
には、来るようにしているんですね。なので最近ほとんどね西の方行ってないですね。